オ TV。 ランチ明けなんですけど、マイジャグの両角が完全に当たりだったね今日。どっちも合算がね95分の1ぐらいで、ビッグもレギュラーも綺麗に上がってる。多分ね、マイジャグっていうか、まあじゃあマイジャグからやろうと思ってたら、多分安易にね俺とかもう角から打つんですよ、おそらく。で今日入場4番だでしょ。いやー、いけたな、いけた。だから前代みたいな方をちょっと期待してこっち来ちゃったんでね。いやー、マイジャグからやっときゃよかったか。暑いね。ただ滑ってたのは間違いないんだよ。一応4コマ滑ってなきゃいいんだからね。3コマぐらいだって収まっててくれりゃいいとね。ダメか。いやー、高めから行っときゃよかったか。ちょっと裏目に出ちゃったな。まあ言っても1万3000円なんでね、全然逆転できる位置にはいると思うんですよ。まだそこそこのやつさえつかめちゃえば。ただ脈ありなところがね、打つ台打つ台ちょっといまいち狂わない感じなんで。はい、攻めの強弱。まあこのぐらいのやつをちょっともう掘っていくしかないんで、まあちょっとやってみようかね。はい、ちょっともう一台やってみますね。1142ゲームで6の3、ちょっとレギュラーがついてきてないんですけど、で今ね344ハマって、まあ下げ止まってないとこなんだよね。ただ一応まだ合算で127なんで、まあこれもだからまだ全然脈ありなんだよね。だからこれ下げ止まってみて、でそこからどう上がるのかどうなのか。よいしょ。何？何？いきなり来て。取れてないよ、あっちじゃん。これでまあまあとりあえず当たりましたんで、このあとね、1万7000円使っちゃってるからね。ちょっと向こう1時間半ぐらい相当頑張んなきゃ。だから
早いの来ねえか。ここは早いの来ないといけないとこだったんじゃないかと思うんですけども、おお、これは噂のフリーズですね。フリーズでしたね。ってことはこれビッグですよ、はい、よいしょ。77ゲームだったね。よし、ここから持ち上げていこう。1万7000円って言っても、まあ、47枚貸しなんで言うほどでもないよね。800枚ぐらい。来てますね、30ゲーム。おう、いいじゃないか。いや、がぜんやる気、がぜんやる気。219か、まあ、ビッグだなってとこだよな。まあ、あとビッグ1回なんだよね、言ったら。合算はいいんだけどね、ちょっとやっぱレギュラーが1520ゲームで4回ってどうなのっていうね。ハマった後もそれなりに跳ね返ってくるし、まあこのさ、ハマりらしいハマりも特にないんだよね。まあこの際ね、レギュラーが上がってこない分にはなかなか個性点を予想しきらないんですけど、じゃあまあ希望的観測としてはビッグに偏った高設定だったらいいなっていう。まあ逆があるわけだからね、レギュラーに酔い切られちゃってどうもならないとっていうことがあるわけですから、その逆でね、ビッグに偏っちゃってもレギュラーが一つもついてこないやんっていうこともない方がまあおかしいんで、がね、かなり高めのラインで推移してきちゃってるんで、これぶっちゃけまあそろそろこれもみもみタイムにこれ入ってもう不思議じゃない、これタイミングっちゃタイミングなんだよね。今1600ゲームで一応9回引っ張っちゃってるから、こっからもう一伸び二伸びさせようと思ったらもうちょっと時間がかかんじゃねえかなっていうね、そんな段階だよね、言うなれば、うん、150。これ化けだったりするとそれはそれでまた立ちが悪いんだよな。よしよし、危ない、エアフェイ。まあビッグが走るね。1648ゲームで10の4。もみもみタイム入っちゃってるんだけど、テンポよくもうここ2、3発ね。
87。ここは馬券なんだもんね。と増えないんだよな。